今日、人外でタイムイートするために先生ってくだり振ったの我ながらせっこいなってちょっと思ってあれそうだったの先生じゃないですって言ったもんな。そう先生じゃないですってくだりでちょっとタイムイートできるかなと思って先生って振ったの我ながらちょっとせっこいなの、まあ、多分クルーでもやってたと思うけど、もうみんなタイムイートがうますぎんだよな。喋る暇ないもん。あ、僕もあれ要素のタイムイートでしたよ。そうだよな。あ、そっか、あれインポスター。いや、それはあれインポスターやってね。あの時インポスター、みんな要素に触れて最初の方会話バグらせて死人を忘れさせようと思って。俺も要素しようじゃん別にそんな刺さってなかったけど一番タイムイートになりそうな挨拶ないから。挨拶でタイムイートするの意味なすぎだろ、うん、そうみたいです。でもタイムイートってタイムイートだと思われたらね、あれだから、ね、タイムイートだと思われないタイムイートしないといけないからむずいよね。ただ騒げばいいよポンちゃん。うん、マジで。でも、うん、押した瞬間にさ、レポートした瞬間とかに叫んでたら、おお、どうしたどうしたどうしたってなるよ。なるね。うわ死ぬほど取り乱してさ、どうしたのどうしたのつって。それを何言われても30秒ぐらい。つって言って始まるか。人が死んでるんですつって。で、どこで死んでるんですかつって。忘れました。強バカすぎる強すぎる。難しいよマス、みんなすげえよ今日思ったけど、よう考えてるすごいよな。あの湧いた瞬間に誰が湧いたか覚えてないもん毎回。もう今だって死人全部覚えてるのが当たり前みたいになってるもんね。すごいよね、うん、やばいですよ。まあ確かに覚えてないだけで黒塗りされるし。そう、1個も覚えてない俺。嘘ばっかりやん。嘘です。はい、でしょう、うん、昔なんてね、死人全部覚えてる人いたら、いやその人がすごいよみたいな風潮だったのに、覚えてないとね、何やってんだみたいな感じ。よう覚えとんなーってなってたもんね。そう、ね、最初の方ね、すごいっつって。まあでもスキルの時一旦めっちゃ長かったっすけどね。全然ボタン入んないとかザラにあったから。確かにボタン意識もちょっと高いっすよね、うん、ボタン意識ね。今日ボタン意識高かったな。ちゃんと30秒ぐらいで押してくんのよね。偉いよみんな。みんな偉い本当に